おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは黄緑ラッキーナンバー3です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。ソードの3の正位置が出ました。物事の確信を受け入れる。知れたくなかった事実、不本意な状況もきちんと理解しています。失意の中にありつつも、一歩踏み出そうとしています。幸せになりたいと願って努力してきたことが、全く報われなかったり、あまりに停滞し打ちを受けているかもしれません。信頼していた相手との別離や、愛する人との破局、いさかいによって関係が瓦解してしまうなど、心の支えを失ったように感じていることもあります。どうして自分がこんな目に遭うのか、何がいけなかったのか、これから何を信じて生きてゆけばよいのかと、傷ついた心を、どうにもできずにいるかもしれません。ソードの3の正位置の意味は悲しみ、闘争、失望、希望を見失う、別離、追いかけていたものが消失する、離反、昇進、やるせない思い、不甲斐なさ、窮地に陥る。2枚目めくっていきます。ペンタクルの4の正位置が出ました。手堅い利益を優先する。失敗しないように、慎重に行動を起こしている状態です。堅実ではありますが、物事に執着しているとも言えるでしょう。気づいてきたものを守りたい、愛する人との穏やかな暮らしをしたい、という願いが強くなっているようです。自分の力を信じて取り組んできたことが花開き、社会的な基盤を築くことに成功したのでしょう。安心できるポジションや暮らしを得るために、相当の努力をしてきたことを物語っています。十分な蓄えや、申し分のない経済力を示唆していることもあります。あなた様の願いはことごとく叶ってきているか、物事が順調に進行していることは間違いないでしょう。ペンタクルの4の正位置の意味は安心や安定を求める、自分の考えに固執する、すべての努力が実を結ぶ、所有欲、自己防衛、物心両面で満たされたいと望む。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。